吉田誠は、日本のクラリネット奏者。1987年兵庫県生まれ。5歳からピアノを、15歳からクラリネットを、22歳から指揮を始める。2006年、東京芸術大学入学後に徒仏。2008年、フランス地方国立デュエル・マルメゾン音楽院を、震災万丈一致の最優秀賞並びに、ビルトオーゾ賞を得て、高等課程を、 最短2年で卒業。文化庁海外新進芸術家派遣委員として、2009年に、パリ国立高等音楽、舞踊学校に、主席入学し、ミシェル・アリニオン、パスカル・モラゲスラの下で研鑽を積み、ジュネーブ国立高等音楽院では、ロマン・ギュイヨに指示した。第19火曜日、音楽講座において、ミシェル・アリニオン特別賞を特設され授与。 第5回東京音楽コンクール木幹部門第1位及び聴衆賞を受賞。2012年から2014年に、斎藤記念フィスティバル松本松本市民芸術館、共同企画、兵士の物語に毎年出演。2014年、トヨタマスタープレイヤーズ、ウィーンのソリストに抜擢され、全国ツアーに参加し、巨匠、ペーター・シュミードルとクロンマーの2台のクラリネットのための、 競争曲を演奏。同年デビューアルバム、クラ・リズムをリリース。2015年には、自主企画リサイタルシリーズ、5つの記憶を指導し、アートディレクターの田村五郎とのコラボレーションも大きな話題となった。同年、ラフォルジュルネオ・ジャポン、ルツェルン・フェスティバル・アーク・のバ2015イン・福島の音楽祭へデビュー。2016、17シーズンは2ヶ月連続で、 テレビ朝日、題名のない音楽会で特集が組まれ、音楽業界の注目を集める。6月、萩原あさみ、成田たつき、横坂玄と共に、メシアン、字の終わりのための四重奏曲の全国ツアーを行い、サントリーホールチェンバーミュージックガーデンにもデビュー。10月には、ウィーンフィルハーモニック、還元楽団主席クラリネット奏者、ダニエル・オッテンザマーの代役として、 ウェーバー、クラリネット50奏を演奏。神戸国際芸術祭への先月デビューを果たした。2017-18シーズンは、世界を舞台に活動するピアニスト、コスガユーのプロジェクト、ベートーベン参りにて、コスガユー、フィリップ・トーンドゥル、トゥーニス・ファンデア・ズバールと、小山・リエとの共演によるベートーベン、モーツァルト、藤倉大のピアノと感覚のための50奏曲の、 全国ツアーへの参加。8月には、コスがユーをピアニストに迎えた、スイス、ドイツ、オーストリア、フランスでのリサイタルが、現地メディアから絶賛を博す。国内では11月には、浜離ア朝日ホールにて、自主企画リサイタルシリーズ、5つの記憶の、第3回の開催。海外では18年2月には、ロンドンのウィグモアホールにデビュー。2018、19シーズンは、 ライナーキュヒル率いるキュヒルクアルテットとの共演、東京文化会館ショーホールにて、大崎決心をピアニストに迎えたリサイタルの開催、シトコブツキートリオとの日本ツアーほか、フランス、ドイツ、オーストリアでの室内楽公演を行い、精力的な活動を展開。これまでに、秋山和義、大上英二、大友直人、小林健一郎、藤岡幸らの指揮のもと、 東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団等のオーケストラとソリストとして共演するほか、サントリーホール、東京文化会館、清井ホールをはじめ、国内各地の主要ホールでリサイタル、室内楽公演を重ねている。クラリネットを浜中孝一、 村井雄二、山本正春、松本健治、フローランエオ、ミシェルルティック、クリストフ・ツィンパーらに、ヒストリカル・クラリネットを、ロレンツ・コッポらに、ローム・ミュージック・ファンデーション・音楽セミナーで指揮を、小沢誠二、湯浅雄二らに指示。ありがとうございます。